はい、こんにちは。今日はですね、1938年生まれの方のね、有名人の中に意外な方がね、含まれてるよというね、お話をしてみたいと思います。今ね、これね、映してますのがね、年号ワイン .com っていうね、サイトでございます。まあ、名前の通りなんですが、まあ、いわゆる、まあ、各ね、年代のですね、有名人、著名人のですね、お誕生日を載せてるサイトでございます。今ね、ここ開いてるのが、1938年生まれの、まあ、方のですね、サイトなんですけど、まあ、1938年なんで、今の年齢でいくとですね、ちょうど82歳とかですか、81歳とか82歳の方がね、1938年生まれになります。でね、1938年生まれの方、どういう方いらっしゃるかなというのをね、今ね、表示するとですね、こんな感じです。例えばですね、まあ、最近どうなんですかね、テレビあんまり出てないのかわかんないですけど、細木和子さん。この方ね、1938年生まれ、4月の4日生まれだそうですね。現在82歳だとそうです。で、そして小林明さん。小林明さんも38年の11月3日生まれだそうです。どうなんですか？私あんまりちょっとこう芸能人、有名人の方あんまり詳しくないんですけど、小林明さんってまだご存命なんですかね。わかんないですけど。で、確かね、松本零士さんは、今もね、まだね、お元気ですよね。この前なんかイタリアかどっかで一度倒れられたみたいですけど、今はね、お元気にされてるみたいなんですけど、この方も1938年生まれの1月25歳、1月25日生まれだそうです。そしてね、私がね、気になったのはこのジャイアント馬場さんですね。まあもう随分前にね、お亡くなられてるんで、今ね、ご存命だったらいくつなのかなってのはね、よく分かってなかったんですけど、実はね、ご存命だとですね、今ね、82歳だそうですね。はい。そしてですね、まあ、先日、まあ、少し前ですか、お亡くなりになられました梅宮達夫さんもですね、1983年生まれだそうです。あと、元総理のね、細川護熙さんもね、1938年生まれですよね、っていうところですね。はい。いう風な感じでね、まあ、たくさんね、ここね、1938年生まれ、木村太郎さんなんかもね、あの人ね、結構元気ですよね。1938年生まれ、82歳だそうですね。なかなかね、元気ですよね。というので、こういう風にね、ずらーっとね、たくさん1938年生まれの方がね、こうね、出てきているんですが、実はですね、私ね、これね、見ててね、あらと思ったのが、まあ皆さんちょっとここを見てね、思った方もいるかもわかんないですけど、ここ。デーモン小暮。まあデーモン小暮。まあいわゆるデーモン閣下ですね。デーモン閣下。1938年生まれの10月10日。現在82歳だそうです。あの方82歳なんですかね。いやー、なんか私もね、ほとんどあんまりテレビは見ないんでね、よくわかんないんですけど、たまになんか大相撲中継とか見ると、まあ私も相撲好きなんでね、ごく稀にNHK の大相撲中継見てると、よく、ゲスト出演とかね、されてるのを見かけるんですけど、まあお声を聞いてる限りだと、80代の声ではないですよね。で、お顔はね、なんていうんですか、まあ、いわゆるお白いをされてるんで、肌つやは全然よくわかんないですけど、まあ、とはいえ、お白いの感じを見てると、80代には見えないんですけど、どうなんですかね、っていうところで、まあ、この中でね、ちょっと一人ね、なんかこう、違和感感じるね、年齢の方なんですよね。まあ、関西の方ご存知のね、月亭課長さんなんかはね、82歳。まあ、この方はまあ、82歳。ああ、まあ、そうだな、というふうにね、思うかと思うんですけど、デーモン小暮さん82歳っていうのはね、どうかな、というね、というので。で、実はですね、まあ、気になったんでね、一応ね、ググってみました。で、デーモン閣下の、まあ、いわゆる、オフィシャルサイトがあったんですけど、そこでね、見てみたところ、このね、誕生日は合ってました。11月10日でね、のお誕生日あったんですが、実はね、この、生まれ年はね、違ってまして、現在ね、確か、何歳だ？ 58 歳だったかな？
ぐらいでございますね。まだ50代ですね、デーモン閣下はですね。で、しかも、まあ、最近はね、昔はまあ、デーモン小暮っていう名前でね、出てましたけど、今はもうデーモン閣下になられてるみたいです。小暮っていう名前はもう今使われてないみたいですね。というところで。まあ、どうなんですかね。このサイト自体が、まあ、非常にちょっとまあ、もう、そうですね。例えば、梅宮達夫さんとかお亡くなりになられてるんですけど、まだね、ご存命になってたりしてますし、あと、もしかすると、デーモン閣下っていうのは、なんていうんですかね、こう、まあ、いわゆる悪魔歴みたいなとこあってですね、悪魔歴だと、なんとか1万なんとか38年生まれとかになってるんですね。うん。で、もしかしたらその辺から、なんか、引っ張ってきて、1938年生まれになっちゃってるとかね、そういうんじゃないかなと思うんですけどね。というので、まあね、すごくね、まあ、どうでもいい情報だったんですけど、1938年生まれになぜか、まあね、デーモン閣下が、含まれてましたっていうね、ちょっとのものをね、発見したんでね、これはちょっと YouTube でね、紹介しないといけないかなと思ったんでね、今日は紹介させていただいた次第でございました。まあね、皆さん、まあ、とはいえ、デーモン閣下のね、素顔というのはね、見られたことね、皆さんないかと思うんでね、まあ本当に58歳なのか、まあ果たして82歳なのかっていうのはね、よくわかんないところであるんですけど、まあ、うん。まあどう見てもね、80代には見えないかなと思いますんでね、うん。まあ多分50代説っていうのがね、一番ね、正しいんじゃないかなと思いますんで、まあまたね、気になる方はですね、この、うん、ウェブサイト、このね、ウェブサイトの URL はね、またね、番組のこの、概要欄の方にね、リンクを貼っておきますんでね、またチェックしてみていただければなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でね、動画を終了したいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。